トースターでトーストを作るにはトースターの投入口に食パンを入れてハンドルを押し下げます。オーブントースターを使う場合はトーストのモードを選択します。トースターやオーブントースターのダイヤルやレバーを調節して好みの焼き色に仕上げます。トーストが焼き上がったらパンをゆっくりと取り出します。その際、トースターやオーブントースターの金属部分に触れて指を火傷しないように注意しましょう。また、 調理コンロを使ってトーストを作ることもできます。まず食パンの両面にバターを塗ってから強めの中火でフライパンを熱しパンを焼きます。時々パンを裏返して両面を均等に焼いていきます。トーストが焼き上がったら好みのトッピングをのせます。一般的なトーストのトッピングはバター、アボカド、ナッツバター、オリーブオイル、ジャムなどです。